い、皆さんこんにちは、ペンマーシフォーマー K です。今日はですね、僕がパフォーマンスショーで使っているペンについてお話ししていこうと思います。この青と赤のやつはね、コメントでも作り方とかよく聞かれるんですけど、ちょっとねこれについては今のところ作り方を出すつもりはないです。まあ、前に動画でねちょろっと作り方出しますよみたいなことを言っちゃったんですけど、まあいろいろ思いもあるので、ちょっと今のところ出すつもりはないです。っていうのもですね、このペンができるまでの背景にある考えとか思いっていうものがあるんで、今日はねそこのところをお話ししたいなと思ってます。まずそもそもなんですけど、このペン、僕がパフォーマンスショーを始めた時からこれを使ってるわけではないんですよ。この形ができるまでいろんな形の変遷っていうのがあるんですね。人前でショーをやるためにはどういうペンがいいんだろうっていうのをいろいろ考えて、いろいろ作って実際にショーでやってみて、その時のお客さんの反応とか動画で見返した時の客観的な見え方とかっていうのを確認したりして、いろいろ試行錯誤してきているっていう感じなんですね。ということで今回はですね、今まで僕がショーで使ってきたペン、まあ、ショーのために作ってきたペンっていうのを紹介しながら、その時どういうことを考えてたかとか、どういう考えで形を変えていったかっていうストーリーをお話ししていきます。はい、それじゃあまず一番最初ですね、僕がもう本当にパフォーマンスを始めたての頃、一番最初のペーペーのパフォーマー時代に使っていたものがこちらです。赤黒バスターって言われてるやつですね。まあ、この YouTube アカウントで一番最初にバズった動画、今210万再生ぐらいいってるペン回しパフォーマンスっていう動画があるんですけど、それで使っていたものです。まあ、本当に普通のバスター CYL にテープで装飾を施したっていうものなんですけど、まあ、この構造とかはねサブチャンの方で確か紹介してると思うんで、そっちの動画を貼っておきます。でこの時どういう考えでこのペンを作ったかっていうと、とりあえずかっこいいペン作ろうっていう考えだったんですよ。まあその PV をね撮るためにこれ作ったんですけど、とにかくもう見た目派手でかっこいいペン作ろうっていう考えのもとで作ったペンです。まあ、当時ね赤黒にハマってて、まあ、これがすげえかっこいいと思ってたんですよ。はい。でまあその PV 用に作ったんですけど、このデザインならまあ人前でショーする時でも通用するだろうと、こんなかっこいい道具を使うんだぞっていうアピールもできるかなみたいな感じでね、そういう考えで使ったわけですね。なんですけど実際使ってみると、この赤と黒の動く物体ってものすごく見えにくいんですよね。どうしても視覚的に残像が見えにくい色合いになっちゃってるんですよ、このカラーリングって。ね、ただでさえサイズが小さいペン回しという技で、でかつ道具まで見えにくかったら、まあ、そりゃ映えるパフォーマンスはなかなかできないですよね。で、まあそれを理解しまして、もっと道具について真剣に考えなきゃなと思って、お客さんから見えやすくて、かつ回しやすいようにするにはどうしたらいいかなっていうのを考えたんですね。で、その結果生まれたのがこちらです。ちょっと当時のアップの写真がなかったんで、パフォーマンス中のものしかないんですけど、これアクリルのパイプを軸にして、両端に G3 のキャップをつけて、シグノチップと G3 のグリップを入れて、エニボールを両端につけてるような感じの改造です。で接合のところビニールテープ巻いて、インサートで色紙を入れてるような感じです。もう極力シンプルな形にした方が見えやすいだろうなって思って、この形になったんですね。で真ん中の黒いビニールテープで残像もちょっと強化されてかっこいいかなっていう感じで作りました。でまあこの形状ってアクリルパイプだし、本当にただの棒なんですけど、その時の僕の考え方として、このペン回しっていう技自体を見せるためにはもうペンである必要性はないなって思ってたんですよね。まあ、実際今多くのペンスピナーが使ってる改造ペンっていうのも、まあほとんどが書けないものですし、ペンかって言われたら何とも言えない感じはあるじゃないですか。だったらもうアクリルのパイプにしちゃおうっていうような考えに至ったんですよね。技を見せる上でならこの形状で大丈夫だろうっていう感じの考え方です。まあ前のバスターよりはね、ちょっと一歩前進したかなっていう感じはあるんですけど、この時もね、まだちょっとペンスピナー的考え方が抜けてなくて、アクリルパイプの中に紙を入れてね、インサートという形で色を入れてたんですよね。けどそうすると、このパイプの太さよりは、ちょっと細く見えるわけじゃないですか。内側に入ってるんで。で、これはやっぱりまたただでさえサイズが小さいものをさらに小さくする原因になっちゃってるなっていうのに気づきまして、これアウトサートでいいんじゃねって思ったんですよ。まあ、ちょっと考えればすぐわかることだと思うんですけど、なかなかやっぱり実際やってると気づけないことなんですよね。このあたりから徐々にこうパフォーマーとしての視点になっていくんですけど、その時に生まれたのが、これですね。
キラキラの棒、ショーケースって呼ばれてるペンですね。まあ、ペンではないんですけどね。構造はさっき説明したアクリルパイプ軸のものと一緒です。パイプに G3 キャップつけて、G3 グリップとシグノチップ入れて、エニボつけたっていうだけですね。まあ、こっちの方がやっぱり外形にね、直接このキラキラが入ってるんで、内側に紙を入れるよりは太さもあるように見えるし、目立たせることができるかなっていう考えで作ったものです。これ確か普通のもう100均のテープだったかな。で、こっちがね、ちょっと質のいいもので、東急ハンズで売ってるカッティングシートですね。なんか画材コーナーとかでカウンターで注文すると切り売りしてくれるやつなんですけど、こっちの方がやっぱりシワとかできにくくて質がいいですね。で、このエニボールはね、どうしてもちょっとダサいかなとかも思ったんですけど、インフィニティ系統やるのにここのグリップがないとやっぱりかなりきつくて、で、透明なグリップだとこのテープの境目が見えちゃってあんまり良くないなと思ったんで、このエニボールを採用してます。で、大きさもできるだけ大きくしようと思って、これ23センチぐらいありますね。前のバスターと比べてもちょっと長めになってます。で、これ使ってた時期に一緒に使ってたのが、これですね。スピニングセイバーって呼んでるやつなんですけど、内側にこのパキッと折ると光るケミカルライトっていうのを入れることができて、まあ、光らせることができるんですよね。なんで前半こっちのキラキラ使って、後半パートで光るペンを回すパートになるみたいな小構成にしてました。これ使ってた時の動画は確か YouTube に残ってるはずですね。まあなんか概要欄とかに貼っておきますんで、よかったら見てみてください。まあだいぶ昔のやつなんでね、温かい目でご覧ください。で、これを作ってたあたりからパフォーマーとしてもちょっとずつ成長していって、まあいろんな場所に呼んでもらって、パフォーマーとしてもかなり成長してた時期ですね。っていうんで、これを使ってた時期はかなり長いです。2、3年ぐらいずっとこれ使ってたかな、確か。で、ついでにね、この真っ白バージョンっていうのも作ったりしましたね。どうしてもね、映像作品になってくると、こういうキラキラしてるのより、真っ白な道具っていう方が映える場合が多いんですね。そういう映像作品向けに作ったのが、この白いバージョンですね。大自然の中で回してる PV とか、あと、ジャペン14のフリースタイルはこれを使ってます。で、それから、こういうバージョンもあります。さらにグリッターが細かいバージョンですね。これはグッズ用に作ったバージョンですね。これには付いてないんですけど、この真ん中に K ペンスピニングっていうロゴが入ってるものがあって、まあ、それをたくさん作って販売してた時期がありますね。なんで、商用ではなくて、本当にペンスピナーのために作ってたものなんで、長さがちょっと短めになってます。まあ、よりね、ペンスピナーが扱いやすいようにっていう風に考えて、ちょっと短くしたっていう感じですね。まあ、そんな感じのショーケースモッドだったんですけど、やっぱりこう、パフォーマンスの幅が広がってきて、いろんな先輩パフォーマーさんたちとも交流する機会が増えて、まあいろいろね、意見をいただくこともあったんですよね。で、その時結構な確率で言われたのが、K 君これ、目立つのはいいと思うんだけど、どうしてもこれペンに見えないんだよね、っていうこと。やっぱり見た目がペンに見えないから、ペン回しっていうのがどうしてもスッと入ってこないんだよねっていうのを結構言われたことがあって、やっぱりね、僕らはこの技を見慣れてるんで、これをパッと見せてペン回しっていう風に入ってくるんですけど、そのペン回しを全然知らない人に、この棒を見せて、くるっとやっても、ペン回しっていうのがスッと入ってきにくいんですよね。わかるかもしれないんだけど、ちょっとワンクッション置いちゃったりとか、あー、ペン回しでちょっとハテナマークがついちゃうみたいな感じがあるんですよ。で、そこからですね、どうやったらペンに見えるかなっていうのをめちゃくちゃ考えたんですよ。このどうやったらペンに見えるか問題っていうのはかなり悩んでました、正直。普通の G3 を改造した非対称ペンみたいなのを作っても、どうしてもこう見栄え的にも、このやりたい技的にも難しいものになっちゃうし、何よりこの形でちょっと落ち着いちゃってたっていうのがあって、ここから抜け出せなくて、どうやってペンって伝えようかなっていうのはかなり悩んでたとこでしたね。で、しばらくそれで悩んでた時期があったんですけど、とりあえず一歩踏み出さないと何も変えられねえなと思って、考えた結果、ペン先とペン尻があれば、とりあえずペンに見えるんじゃないかなって思ったんですよ。この考えのもとでできたのがこちらです。はい。ペン先とペン尻があって、キラキラボディになってるやつ。とりあえずこの形なら、ペンには見えるだろう、とは思ったんですよ。なんですけど、世にキラッキラのこんなペンは存在しねえよなと。ペンに近づけるんなら、ちょっとこれは甘いなとも思ったんですよね。じゃあさらにペンに近づけるには何が必要だろうって思って、まあいろんなね、ペンをこう、市販のペンを見比べて、グリップのところの色が違ければ、よりペンらしさが上がるんじゃないかっていう答えに行き着いたんですよ。で、そっからまたいろんな市販のペンを見て、どのペンなら真似してこのデザインを
反映して大きくできるだろうっていうのをいろいろ考えたんですね。で、そこで見つけたのがジュースアップっていうペンなんです。凹凸なくてスラッとしてて、グリップのところだけ色が違う。このデザインなら作れるんじゃねえかなって思ったんですね。で、しかもジュースアップって銀色のボディのやつがあって、銀色ならステージ映えもするだろうと。っていうことで、銀色のボディにして、グリップ部分を色を変えたものっていうのが出来上がったんです。で、さらにジュースアップってノック部分にもちょっと色入ってるんですよね。これも使えるなと思って、こっち側にも一個同じ色のラインを加えれば、見た目のバランスも良くなるし、ペンらしさも上がるんじゃないかって思って、で、まあ、後ろのライン入れてみて、やっぱり見た目のバランスも良くていいものになったじゃないかっていうことで出来上がったのが、こちらなんですね。で、これね、アルファゲルに似てるよねっていうのをよく言われるんですけど、まあ、比べるとめちゃくちゃ似てるんですよね。なんで、本家としてはジュースアップを参考にしてるんですけど、まあ、ここまで似てたら、まあ、こっちって言っちゃってもいいかみたいなところはあります、正直。で、この形になってからも、さらに色々試行錯誤をしてます。最初のモデルだと、すごい表面が滑りやすくて、技がなかなかできなかったんですね。で、その時は、手に滑り止めを塗りたくって、ショーをやってました。だから、ね、すごい手荒れがひどかったですね、あの時期は。なんだけど、やっぱり滑り止めつけた方が成功するからっていう、プロ根性で、そこはやってました。まあ今はね、さらに加工を追加して、滑り止めなしでもしっかり回せるものになってます。で、あとこのグリップもね、最初はついてなかったんですよね。やっぱり見た目をとにかくペンに近づけたいなっていう思いでやってたんで、このグリップはあんまりつけたくなかったんです、正直。なんですけど、やっぱりこのインフィニティ系のね、振り回す動きがかなりやりにくくなっちゃうんで、見せたい技がそれでできなくなっちゃうぐらいなら、グリップつけてちゃんとできるようにした方がいいだろうっていう考えで、これはつけました。はい、まあそんな感じのね、いろんなストーリーが詰まってるペンなんですよ、これは。まあそんな感じで、僕の経験値がかなり詰まってるデザインなんですね、このペンっていうのは。だからまあ簡単には出したくないっていう思いはあります。で、それからやっぱりこれはパフォーマンスショーとして見せるために作ってるペンなんで、まあ普通にペン回しを楽しむためならこれを作る必要はないでしょうっていう思いもあります。それから今後もしかしたら僕みたいにペン回しでパフォーマンスをするっていう人が出てくるかもしれないんですけど、そういう場合にこの形に簡単に行き着いてほしくないんですよね。これは別に意地悪で言ってるわけではなくて、やっぱりこの形に行き着くまでのこれまでのこの経験値があって、この形を考えてきたっていう経験があるから今の僕のパフォーマンスの考え方っていうのが出来上がってるんですよ。だからそこに至るまでの経験値ってめちゃくちゃ重要だと思ってるんですね。まあちょっと偉そうなこと言ってるかもしれないんですけど、僕はそこが大事だと思ってるんで、この作り方までは、公開することはしません。まあもしかしたらね、さらに革新的なものが生まれて、これが過去のものになれば作り方を出すこともあるかもしれないですけどね。まあちょっとそれはまだ出来上がってないので、今のところこれを公開するつもりはないですね。はい、ということで僕がペン回しパフォーマンスで使ってきたペンの、ストーリーでした。まあね、いろいろ考えとか思いが詰まってるっていうのは分かっていただけたかと思いますので、まあ、これをね公開しないっていうのはご理解いただけたらと思います。はい、ということで今回の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。